明けましておめでとうございます市民の皆様におかれましては輝かしい新春を迎えられたことと心よりお喜び申し上げますまた昨年中は市政へのご理解と多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げますさて平成28年を振り返ってみますと桜市にとりましては 今後の飛躍を期待させる一年だったのではないかと感じております昨年4月には桜市の歴史的な街並みを含めました文化財の数々が成田沢良長氏とともに北総四都市江戸気候江戸を感じる北総の街並みといたしまして日本遺産に認定されましたさらに2020年 東京オリンピックにおけるアメリカ陸上チームの事前キャンプ地にも決定いたしました来る東京オリンピック・パラリンピックに向けまして桜市を世界にアピールする絶好の機会が巡ってきたものと考えておりますまた平和市長会議・国内加盟都市会議総会 Peace from Sakura や全国市町村あやめサミット 連絡協議会関係市長会議といった二つの全国的な会議をここ桜市で開催いたしまして大きな成功を収めることができました桜市における核兵器の廃絶と世界恒久平和への取り組みや花を生かした街づくりを全国に向けて発信することができたものと考えておりますそして昨年8月には 千代田地区に新しいコミュニティセンター、千代田ソメイのふれあいセンターが開館いたしまして、市民共同によるまちづくりの基盤となる施設がまた一つ誕生いたしました。また、今回で3回目となりました長島茂雄少年野球教室では、長島茂雄さんをはじめといたしまして、 読売個人軍 OB の中畑さん松本さん角さん佐田岡さん篠塚さんそして本木さんの6人が500人を超える小学生に対しまししままて熱心にご指導をいたただきましたさらくらゆかりのアスリートといたしましてトライアスロンの佐藤由香選手と障害馬術の福島大輔選手がリオデジャネイロオリンピックで活躍されたほか 多くの中高生が全国大会などで素晴らしい結果を残しておりまして3年後のの東京オリンピックでの活躍をを期待させる成果を挙げております。こうして一年を振り返ってみますと桜の持つ素晴らしい人材をはじめといたしまして歴史や自然そして文化といった魅力に改めて気づかされるとともにその魅力を大いに活用いたしまして。 さららななななるる発展につなげてていいいいかなければならないと,市長として身の引き締まま思いでございます本年はこうした桜の魅力を最大限に生かしながら市民の皆様が思い描く理想のまちづくりをさらに推進するためにこれまで一つ一つ積み上げてまいりました取り組みを加速させまして飛躍する年にしてまいりたいと考えております。 そのためにも、第4次桜市総合計画後期基本計画を着実に進展させ、定住・交流人口の増加、出生率の肯定に資する施策を積極的に展開してまいりたいと考えております。その一例といたしまして、本年4月に民間保育園を静地区に3園、さらに根坊地区に1園新設いたしますとともに、根坊地区の幼稚園が、 認定こども園として開設を予定しておりますまた6月には長島修行記念岩名球場がリニューアルオープンいたします桜市が皆様から選ばれる街となりますようその魅力の向上に一層努めてまいりますとともに桜に住んでよかったそして住み続けたいと思っていただけますよう職員ともども 全勢力を注いでまいる所存でございます引き続き皆様方のご理解ご協力を賜りますようお願いを申し上げます結びに本年が皆様にとりまして健やかで幸大きい一年となりますことを心よりご記念申し上げまして新年の ご挨拶とさせていただきます。